ってくださるということですので、ご紹介いたしましょう。佐賀江愛菜さん、それから熊瀬由香さん、よろしくお願いいたします。部のモットーである心のこもった音楽をもう心に刻み、感動のある音楽作りを目標にしながら練習に励んでいます。演奏活動としては1年間の集大成としての定期演奏会をはじめ、横浜国際仮装行列でのパレード演奏、横浜刑務所への慰問演奏、文化祭、そしてさまざまな依頼演奏など年間を通して数多く取り組んでいます。またコンクールやコンテストにも挑戦し、55人編成の A チームが10月下旬に名古屋で行われる全日本吹奏楽コンクールに東関東代表として出場します。また120人で編成される B チームも11月上旬に東京で行われる日本管楽合奏コンテスト全国大会に出場が決定し、ダブル全国出場に部のモチベーションも上がっております。このように吹奏楽を通して音楽の素晴らしさを体感しながら表現することの楽しさを学んでいます。今日は自分たちの力を十分発揮できるよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。本日の演奏会は皆さんに吹奏楽を楽しんでいただくことをコンセプトにプログラムを組んでまいりました。日本の響き、世界の響きをと題しまして、皆さんが一度は耳にされたことがある作品を中心に演奏いたします。それでは早速演奏に入りたいと思います。1曲目は岩井直弘編曲の日本民謡メドレーをお送りいたします。北海道のソーラン節、鹿児島の おはら節、長野の小諸孫歌、群馬の八木節の4曲が登場します。ぜひ口ずさみながらお聴きください。指揮は東部音楽監督兼顧問常光先生です。それでは日本民謡メドレーお聴きください。
ありがとうございます。